どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京都足立区にありますラーメンガチさんにやってみました。こちらのお店はですね、ラーメン屋なんですけれども、デカ盛りと激辛メニューのチャレンジメニューがあるということで、今回ねこちらの激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。これね、制限時間内に食べられると次回ラーメン1杯無料券みたいなのがもらえるらしいんですけれども、お尻に火をつけながら頑張っていきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。東京足立区にあるラーメン屋、ラーメンガチ。中華料理店で18年間修行、働いた後に独立した店主がこのお店をオープンさせました。店内の壁にはデカ盛り、超激辛チャレンジメニューの完食者の名前がずらりと並んでいる。今回挑戦する激辛メニューは辛さ3段階から選べる。もちろんマックスを選択。店主の方曰く、以前より辛さがパワーアップしているそうだ。使用する唐辛子は主に2種類。1つ目は料理の辛みつけによく用いられる一味唐辛子。2つ目は2011年に世界一辛い唐辛子としてギネス認定されたスコーピオン。さあ、お手並み拝見。こちら極み鬼辛麺激辛さんということでね、もう見た目がいかにも辛そうですけれども、これねスープのベースは醤油ベースとなっております。はい、まあ、具材はねこれネギとかもやし、あとチャーシュー、いろいろ入ってますけれども、じゃあね、制限時間20分以内、はい、完食目指して頑張っていきましょうということで、じゃあ行こうか。いただきます。じゃあちょっとチャッチャカ食べていきましょう。まずスープはいただきます。どんなもんかいと。おー、強烈。一口飲めば分かる、これ強烈だな。
当にきついな。辛い。残すところスープ残り9分。このスープにはこの激辛唐辛子スコーピオンが入ってますからね、相当の破壊力がありますけど。リアクションに困んないから。まあなるときはなりますけど、まあ、牛乳とかヨーグルト飲んで。はい。ごちそうさまじゃ。はい、残すところ2分3秒残してギリ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 だった。文句なしの超激辛メニューでございます。これがじゃあ次回のメニューです。お名前の方が自由に飾れるんですか。これもし可能であればなんですけど、店員さんに激辛ジョニーの動画見ましたって言っただけは、これ僕の代わりにこれ使えるってできます。あ、いいですか。いつもね見てくださって、あの視聴者さんにこれ1枚プレゼントしますね。先着1名様なんで、店員さんに激辛ジョニーの動画を見ましたとあのお伝えしていただければ、先着1名様、はい、これあのプレゼントしますんで、ぜひあの使ってください。それでは本日の辛さレベルを発表していきましょう。ラーメンガチさんの極み鬼辛麺激辛3辛さレベル、
じゃららじゃん、カサグル 8.5 です。 8.5 になります。見た目も辛いですし、食べても辛いということで、まあ、これね、あの注意書きにも書かれているんですけれども、一応ね、これあの食後の体調不良とか気をつけ、あの一切責任を負いませんと、あの一切受け付けておりませんということでね、あくまでチャレンジャー自己責任ということで、ということでね、今回激辛やってきましたけれども、本日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、よくわかんないコメントが来てるんで読んでいきたいかなと思います。ペンネーム友情出演さん、本当は辛くないでしょう。辛いわ